みままです。今日は最近の私のバッグの中身を紹介したいと思います。よかったら最後までご覧ください。それではスタート。はい、ということでリクエストでいただいていた最近のバッグの中身を紹介したいと思います。って言っても私がほんまに普段持ち歩いてるもので入れっぱなしにしてたりするのでその状態の中のバッグの中身なんですけど、まずですね、バッグは最近こちらを使ってます。こちらは私がプロデュースしてるワンファイブっていうブランドのバッグになってます。めっちゃねコンパクトで大きさがすごいいいんですよ。こんな感じなんですけど、もうあんまりね大きいバッグは極力持ちたくないので最近はこのワンファイブのバッグを使ってます。中身はまず携帯を入れてます。でタオル、こちらもワンファイブのタオルですね。もう使い込んでるのですごい薄くなってきてるけど、ハンドタオルで、アイコス、私はねタバコを吸うのでアイコスもいつも持ち歩いてます。扇風機、もうほんまこれないと外出られへん。もうね暑くないですよ最近。これは2年ぐらい前に多分ね動画で紹介した扇風機なんですけど、私は確かアマゾンやったかなで購入しました。このストラップはねもともとついてなくって全然関係ないんですけど、ラコレで買って夏はもうこうやって首にかけてこんな感じで出かけてます。暑くなったらこうやってね涼んで。これおすすめ、ストラップめっちゃおすすめ。多分ねこうやって使うストラップじゃないと思うんですけど、なんかここにくくりつけたらいい感じやったんで私はそうやって使ってます。あとは家の鍵、我が家は鍵がカードなのでこれを入れてます。あとは車の鍵も入れてます。エアポッツ、これはもう必需品2台目。ハンドクリーム、これは韓国で買ったやつですね。今はメディヒールのハンドクリームが入ってます。こまめにね塗らないともうカサカサになっちゃうので、ハンドクリームは別にこだわりないんですけど常に入れるようにしてます。で香水、この香水が最近めちゃめちゃお気に入りで、ジミーチューの香水をね使ってます。めっちゃいい香りなんですよ。使ってる方もいるかな。どっちかっていうと多分ね女の子っていうよりはメンズっぽい感じの匂いなんですけど、私はめちゃめちゃ好きでこれを使ってます。ワンアイスオードトワレっていうやつですね。エコバッグね、もう今はどこ行ってもお金取られるので、でエコバッグもワンファイブの入れてます。これもね大きさがちょうどいいんですよね。なんかスーパーとか行くときはもう一発大きいやつを持っていくんですけど、コンビニとかちょっとしたもの買うときはすごいこれが重宝してて、こっちをねよく使ってます。これ折りたためるんでこうくる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 って回して、で最後このゴムで留めてあげたら簡単にねコンパクトに畳めるのですごい重宝してます。ワンファイブの URL が概要欄の方に載しとくのでぜひチェックしてみてください。で多分前に紹介したと思うんですけど、これはもうコロナ対策グッズですね。アルコール消毒が入ってたり、子供たちのねマスク2枚と自分たちのマスク、ここにティッシュが入ってるんですけど、ティッシュと手を拭くシートが入ってます。これはもう一つにまとめていつでも入れれるようにしてます。で最後ですね、最後ははい財布です。チェラグレル食べたん。ちなみに今撮影してんのがさっきのコストコの後なんですけど、食べたん？食べ終わったん？そっか。はい、財布が入ってます。ということでほんまに普通すぎて申し訳ないんですけど、こんなもんです。みんなはなんか他持っていくんかな。マジで普段持っていくものはもうほんまにこれぐらいです。なのでこんなちっちゃいバッグでもう全部入っちゃうのでいいんですけど、ちょっと直していこうか。なんかもう常にねなんかこんな感じで入れっぱなしにしてて、そのタオルとかはね買い替えるのに出すんですけど、お財布とかも入れっぱなし、全部こうやって入れっぱなしでそのまんま置きっぱなしみたいな感じですね。ということで、かなり短い動画かもしれないんですけど、最近の私のバッグの中身はこんな感じでした。参考になるのかなこれ。ちょっと参考になるかわからないんですけど、皆さんよかったら参考にしてみてください。そしてねワンファイブの URL も概要欄の方に載せておくので、皆さんよかったらチェックしてみてください。インスタ、ツイッター、TikTok、楽天ルームもやってるのでそちらのフォローもよろしくお願いします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。